来た来たぞ。ハマプです。はーい、ふーちゃん来たぞ。来たぞ。来た来たか。ゆずさん、ふーちゃん、ついに来ました。念願の歌の新学期机。じゃあひっくり返す、ひっくり返す。やば、なんかシャクって言ってるよ。組み立てるぞ。さあ、うーちゃんの今年の春から小学生になります。ゆずはまだ小学生じゃありません。うーちゃんが今年の春から、今年の春から分かってんぜ。で、うーちゃんの机がなんと届きました。ちなみに購入したのは夏ぐらいじゃない？6月ぐらい。すぐ買ってすぐもらえるもんじゃないみたいですね。それでは、ふーちゃん、開けてみましょう。そういえば、ユノは？寝てるね。はい、じゃあ、まず開けていきます。これからやろうか。これ、開きました、開きました。さあ、勉強机、どんなものが入ってるのか。待て。うわー、すごいね。これ、組み立てるのすごい時間かかりそうだね。何時間かかんだ？多分、明日の朝までかかるわ。それゆず何？え？ベッド作ったの？すげえじゃん。ちょっと寝てみて。何やってんだよ。それが今このセットの部分だよ。あー、はい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 。それをここに入れると。豚もネジ。2番これを。ゆず持ってて。ゆず持ってて。何を持ってばいいの？これで、うーちゃんこっち持って。あ、持ったよ、うん、で、ここに打ち込みたいから、ふーちゃん時計回りで回して。これ合ってる、合ってる、合ってる。よしよしよし、いいぞ。はい、ふーちゃんもう一回ここ。もし、もう一回回らなくなるまでやって。もう回んない？はい、OK。それをひっくり返す。じゃあひっくり返す。ひっくり返す。ひっくり返す。やば。なんかシャクって言ってるよ。やばい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 。大丈夫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 。膝やばいやばい。膝やばい。ママが壊した勉強机をパパが本気を出せばなんということでしょう。壊れた机も、あ、これが出てきてるんだ。みるみる治ってきてるじゃないか。これがリフォームの匠、大改造劇的リフォームマスター。提供はご覧のスポンサーです。リスパパに渡して、で、手を動かない？もうで、もう一回上やんの。もう一回上、最後上やんの。頑張れ。いけ。繰り返し。まる。机の完成できた。次は、うーちゃん。おーおーおー。次は天板です。いいよ。重っ。そんなに演技してんじゃない。いや、重いって。テクテクテク。じゃあパパが調節してくれるから、ここは。また、おお、はまった。入りました、入りました。土台が変わってきた。次は上側を組み立てていきます。どうぞ。あの、太田さん、将来の夢は何でしょうか？
な油性ペン持ってくんなよ。ダメ。消えないぞ。ゆずは将来の夢何なの？決まってない。決まってない。何考えてんの？何やったらいいの？いける？ママいける？わあ。この部屋狭いな。すいません。え？これは無理です。ダンスの男のマッチョをみんなに見せろ。パブのマッチョを見せてやれ。パワー。なんで？郵送で送ります。郵便ですか？冷凍ですか？生物ですか？肉です。豚肉です。何やってんだよ。何やってんだよ。何やってんの？風呂に入ってくれて面白い。はい、いってらっしゃい。あ、いいね。ゴミ全部そこ入れて。おお、ほら、どう配置的に。こっちの方にして。ここでさ、ドア。今日からそこでお勉強してくださいね。おー、着いた。まあ、こんな暗い中勉強することないから大丈夫。完成しました。ただしかし何か忘れてる皆さんお気づきだろうが、机があっても大事なものを忘れている。それは文房具。ここに何もない。どうも、明日買いに行こう。明日行こう。ふーちゃん、服とそれ、筆箱同じ色じゃん。そういう色好きなんだね。最初はそういう筆箱にしてくださいって先生言ってた。これは？これで決まりでいい？うん、オッケー。じゃあこれでいい。こういう紫と青がちょっと混ざってる。うんうん、こういいじゃん。いいね。筆箱はこれです。え、どうやって持ってるの？お道具箱はこれで決まりです。鉛筆高い、ちょっと高い。下敷きもダイソーで買える。次はあれだ、帽子。あ、帽子。はい、じゃあうたさん、今日買ったものをとりあえずしまってください。お家の作り方やってる。なんか小学生らしくなってきたね。